トラベルグーンとアップ。あ、またリポーター来たよ。あのように魔法陣を生成できます。あら、すごい綺麗。サンゴ礁か何かでしょうか。お前リポーター失格だよ。ノラと王女とノラ猫ハート。私も私も。魔力の差がこうも如実に現れるとは。どういうことだ。魔力が高ければ高いほど耐性が弱くなるみたいな。まあ、シアネーはどっちかっていうと体力勝負だもんね。シアネーだとどっちか分かってるだろう。上で取れよ、パとかルーカで。あ、見て見て、花が咲いてる。花って咲くんだね。咲かないものを花って言わないんだな。わかるかユーラシア。花ってものをちゃんと辞書で調べてこい。冥界にはごぼうしかないのにね。花じゃねえじゃねえかお前。よく花という単語を知っていたな。待って、観察するのもいいが、毒を持っているかもしれないぞ。トラベルー、ぐーんとアップ。あ、またリポーター来たよ。いやでも今回はね、仲良し三姉妹にリポートしてみましょうって感じだから、割と裁きやすい人材かもね、小学生たちに比べたら。あ、ダメだ、ユーラシアが小学生みたいなやつだ。今日は、おまんじゅうの美味しい土地、桜ヶ淵に来ています。お前この前も来てたっけ。この前は何で来たんだっけ。ここはですね、海沿いでも桜が咲くという、なんとも生命力の強い土地でして、あ、海沿いって桜咲けないんだ。潮風で赤銅色になっちゃうみたいな。では、早速聞いてみましょう。すいません、ちょっといいですか。あら、何かしら。待って、なんだお前たちは。番組って言うんだよ。知らねえの。なんでお前セットでいいんだよ。おかしいだろ絶対。何、リポーターの追っかけやってんの。こいつは将来大物になるぞって見込んで。子供が多いな。あ、この前のゾンビのお姉ちゃん、お、ゆうちゃん。くしくもこっちにもゆうちゃんがいる。どっちのゆうが勝つ。ねえ、番組とは何。たくさんの人に見てもらうために、今回の企画はですね、外国の方に日本のいいところを聞いて回っています。あー、なるほど、そういう趣旨でね。だとしてもトークテーマおまんじゅうって絞りすぎじゃね。あ、シアネ、なんか地面にいる。これはヘビではないか。ヘビがこんなところにいるの。でも小さくない。うねうね動いてるけど。ミミズつーんだよ。ルーシア知ってそうで何も知らないなお前。ミミズ。パトネーに教えてあげよ。あ、パトリシアはパトネーなんだ。わかんねーユーラシア。ルーシアはシアネーなんだ。なんで。パトネー、ほらヘビいるよ。またぶら下がり始めたよこいつ。ねえ、その左手首にある緑色の腕輪は。ヘビ。あ、パトリシアもしかしてヘビ苦手なの。では早速いいでしょうか。日本のいいところといえば。ヘビはダメ。もしくは特技とかあります。ミミズを食べれちゃうみたいな。それ特技してるやつ嫌だな。外国人向けの質問とは思えないんだけど。特技？そうね。そうね。例えば、あの水面が見えるかしら？あ、マジで？ここで魔法見せちゃう？え、大丈夫？一応テレビだよ、これ。あれだけ離れていればかなりの魔力が必要よ。それでも私の力にかかれば、あのように魔法陣を生成できます。あら、すごい綺麗。サンゴ礁か何かでしょうか。お前リポーター失格だよ。ちゃんと現場の情報を伝えろ。サンゴ礁か何かでしょうかじゃねえよ。なんで湖にサンゴ礁あんだよ。さらにここから魔力を。何？もう一個上があると。言う、やめておけ。なんで言う。パトリシア止めろよお前。木の棒に引っ掛けて、とりゃ。ミミズは宙を舞いました。やがてそれはパトリシアさんの肩に緊急着陸。コントロールいいなお前。悪ガキってコントロールいいな。いや、それヘビじゃねえから。お前ヘビ苦手じゃないじゃん、それ。長いクネクネしたものが苦手ってことになるやん。すげえ。おい、竹雄、なんかもうちょっといいリアクション取ってくれよ。転生系の異世界漫画だったらもうちょっといいリアクション取ってくれるぞ。テレビ見たい。ノラと王女とノラ猫ハート。なんだったのこのシーンは。いる？絶対いらないよね。黒木の肩に乗りながら通学路を行く。あー、いいね。なんか猫を肩に乗せて登校なんて。俺は犬や車とかにハマっていたから、でかい犬に乗って学校登校したいっていうのが夢だったけどね。好きなんですか私の肩。なんか旗から見たら魔女の宅急便だね。にゃ、人間の肩に乗ってるとかなり楽だった。まあ確かにね、歩幅も何もかも違うからね。でも困りましたね。猫になった途端言葉も通じないですし。黒木は頭がいいけど融通が効かないというか容量が悪いからね。なんか2回事象が起きたわけだから、共通点とか見つけていち早く人間化できる方法とかを模索してると思ってんだけどな。ダメだったね。本当だよ、さっきの奇跡は何だったんだ。もう一度起きねえかな。あ、半田くん、これ。黒木が急に立ち止まる。どうした。黒木の視線の先、電柱に張り紙がしてある。お、まさか。いや、なわけねえか。昨日の今日で早すぎるか。なんだ？その張り紙に目立つ文章で、迷い人、ハンダノラ。そっちかい。確かにね。そっちも探してる人いたわ。家を出てすぐの電柱に一枚貼り出されていた電話番号と俺の人相が貼られている。しかも、あ、あっちにも、こっちにも。シャチがもう夜通し頑張ったのかな？それかもうメカの力を使って一瞬でみたいな？街の電柱という電柱に貼られている。ハンダくん、すごく探されてますね。こんなことするやつは一人しか思い当たらない。にゃ！あ、ハンダくん！
にゃ、着くの早。どんぐらいの距離かわかんないけど、着くの早。一生懸命、ジャンプを繰り返す。なかなか、インターホンに届かない。なんで、リッチギに入ろうとしての玄関から。縁側からやってこい、猫なら。チャンネル登録。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価、コメント、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次回の動画で。バイバーイ。